皆さんこんにちは。今私は元江家の、まあ、元江家という町のその村に来ています、まあ、コミュニティですね。はい、これは全部この村のコミュニティです。この中にはまあ、リンゴの木があったり、他の野菜を育てていたり、ここには牛もいますね。はい。はい。そうですね。あ、すごい。普通に牛がいますね。はい。Shin, what's the Japanese word for cow?牛。牛がたくさんいます。牛あ、逃げていく。そう、ここの向こうに池があるので今からそこに向かいます。かわいいね。すごいですよね、このコミュニティの中に、ホステル泊まるところがあって、で、そこに泊まることができます。はい。で、このホステルからここまで歩いて、10分、15分ぐらいですね。でも、はい。同じ土地なので、本当に大きい土地です。はい。3 minutes of just opening. あー、着きました。うわ、すごい綺麗だね。これが一つの場所ですね。だから、ここの今私が泊まっている場所は、ホステルより村ですね。お、ここでなんか、キャンプファイヤーができますかね。それかキャンプファイヤー。バーベキュー、バーベキュー。バーベキュー。すごい。多分私の友達のトマスさんは、ここで泳ぎますね。おう。で、トマスさんは今、ドローンを持っていますから、今日は今からドローンで撮りたいと思います。あ、すごいね。ここにカヤックやサーフボードがあります。レッツゴー。あ、すごい綺麗。見てください。これが、この村の中にあるのはすごいですね。Is it deep? It's warm. Cold? Really? Yeah. 暖かいみたいです。あ、ナイス。いってらっしゃい。すごい。すごい。How is it?見てください、夕焼けが綺麗ですね。はい、今は池から帰ってきています。池でたくさんトーマスさんとドローンで遊んでいましたね。はい、今は夜の9時ぐらいですね。夏は日が落ちるのが遅いですね。はい。すごい。道がたくさんあって、家もあるんですけど、これも一つのコミュニティですね。ほら、こういう家が、ここに住んでる人がいますね。面白い。たくさん車も止まっています。あー、面白いですね。あ、見えますか、あそこに大きいバスで子
この中に住んでいる人もいます。あのバスに住んでいる人もいますね。はい、たくさん家もあります。見てください、すごい綺麗、夕焼け。ここに家があったり、ここにテントがあったり、たくさん車がありますね。面白い。こんなコミュニティがあるんですね。これは友達のアレクシーさんに紹介してもらいました。アレクシーさんも今住んでいるところの前はこの、このコミュニティに住んでいったと言ってましたね。そう、アレクシーさん、ここは本当にいいから泊まった方がいいと、はい、私に言っていて、そして、はい、ここに私も泊まることにしました。はい、ここですね。ここは私が泊まっているところです。でも今私は車の中に泊まっているので、ここの駐車場は、車の中で寝る人の駐車場ですね。ここの車。はい。なので、私たちはここに、泊まります。そうですね。すごいね。あ、このコミュニティには、猫と犬がいますね。本当に可愛い猫と犬がいます。あ、今日は忙しいですね。あ、私の車を見つけました。はい。そう、ここで洗濯をしたり、いろいろなことができます。今はそう、ここにトイレがあって洗濯をすることもできますね。あ、猫がいます。かわいい。そう、こんな感じですね。ここでのんびりして。ピアノもありますね。とても居心地がいいです。Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button for more Japanese contents. See you in the next video. じゃあね。バイバイ。